Thank you.
ました。芸能ポッドキャスティー、あ、マックさん瞬間が、あの頃はそれだった。
から女子心から始まりましたが、本日は純度音楽室と題しまして、純度さんより高画質高音質でお送りします。皆さんこんばんはということで、はい、皆さんの TL にもちょい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 お邪魔しながら、まあ、あの金曜日はですね、あのアンカー界よしえのツイートジョッキーなので、あのいつものツイートジョッキーとはまた違う感じでですね、あの音楽寄りな始めたいと思います。なんか今日はこんな感じですね。なんか造作ヘアみたいな最近ですね、ラフな格好に流行ってましてね、こんな感じで今日はラフな感じでお送りしております。ということでですね、パチ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 とスワちゃんこんばんは、D1ショートさんのよちいちゃんこんばんはと、友田さんよちいちゃん可愛いです、 ありがとうございます。スーパーカズさんパチパチパチとありがとうございます。朝 TVC のしゃべりだすと隣に空気が変わるよちいさんと、ありがとうございます。黒大好きさんもパチパチパチとありがとうございます。あスワちゃんグーグーさんもこんばんはって来てたんで、最近私あのツイキャスやってて、あの声がグーグーガンマに似てるっていう話になってですね、似てるんですかね、私自分では分かんないんですけど、その、ね、YouTube をサイトアップしていただいてグーグーガンマのあれ見たんですけど、似てるんですかね、分かんないけどあ、下ドモさん歌うまいな、つか声が好きなタイプだと、おありがとうございます。このギャップがいいよなと、ホタロさんもありがとうございます。今日はですね、音楽室と出しまして、相談やあとはですね、例えば考えたのはですね、そうライブとかで最近、まあ、カバーとかもよくやってるんですけど、どういうカバーがいいかなとか、いろんななんかとか皆さんのこだわりは何だろうかとか、いろんなこと聞きたいなと思ってるんで、まあそんな感じもツイートしていただけたらなと。まずは相談ですね。そんな感じで今1曲目に歌ったのが女子心でした。はい、今日もツイキャスもやっておりますので、千葉さんの方の、はい、歌からですか待ってました、と三上さんありがとうございます。もちろんさんこんばんは、珍しく金曜日に来れました。よちえちゃんこの前は抜け出した形のお布団までキャス映ってたねそうだそうだ、いつだったっけ、いつだったかな、ライブの日、あライブの日じゃないな、朝からやってて、なかなか朝昼とかやることないんですけど、その昼からやった時にですね、だいたいツイキャスは私ベッドの上でやってるんで、布団もそのままの状態でやっちゃったから、結構生活感出てましたよね。そう、あそう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 、今日こちら持ってきました。これってみーちゃんでいいんですか、はい、あガクッつっちゃった。こんな感じでですね、アートコラージュその時やってたんですよ。で、こんな感じで今日持ってきました。これね、このアートコラージュ、こっちの方が初めてやったやつで、最近じゃないな、春ぐらいかな、うちのママ実はカラーセラピー の先生、ティーチャーをやってまして、カラーセラピーってご存知ですかね、ボトルがいっぱい2層のいろんな色のですねボトルがあって、そういうカラーセラピーっていうのを今もうやめちゃったんですけど、今年10年間ぐらいティーチャーをやってまして、そのスクールに自分がやってた時にアートコラージュっていうのがあったので、はい、こんな感じでボトルの選んだボトルに合わせて自分の感情をということで初めてアートコラージュをやったんですけど、そっからハマりましてですね、こんな感じで自分でなんか文章書いたりとかね、こんな感じでアートコラージュ最近作ってて、これは夏にやったやつなんですけど、久しぶりにそういえばやろうかなと思って昼間やってて、で、はい、山中さんに持ってきてそのことだったんでまだ途中なんですけどね、こんな感じで、まあ文章っていうか、なんか無にできるからね、こういうのいいなと思ってて、無にしながら適当に自分の好きなものをやってます。ただ切り抜きなんですけどね、こんな感じで、これは目がすごい強力だったから、はい、まだ完成してないんですけどね、こういう感じで貼って
その後にあのなんか今思ってることとか書いたりしようかななんて思ってます。はい、こんな感じです。ありがとうございました。まあ、自分の好きなものだから全て、まあ、自分みたいなね、ちょっとよくわかんなくなっちゃったけど、ジュンズさんツイートジョッキー側の音声上げてください。はい、いちいちゃんこんばんは、とエリゲフーさん、ちょっと読めなかった。かなくさんマイクゲイン上げて、しもるもさんマイク上げたけどハウちゃんではとかいろいろ来てますけどね。はいはい、すいません。ということでですね、はい、スーパーカズさんパチパチパチって来てたけど私初めてだから、スーパーカズさんの TL にお邪魔しちゃおうかなということで、こっちか、スーパーカズさんあなたの TL にどっちのマイクだ、お邪魔しますということでお邪魔させていただきます。あ、島根の方なんですね。現在地が、自己紹介、カラフルな iMacDV からの Mac ユーザー、 Mac、iPad、iPhone が大好き、ちょこちょこツイキャスで遊んでる今日この頃。あ、わかりますよ、私もあの最近ツイキャスちょい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 始めたんですけど、はい、そうですよね、楽しいですよね、ハマるとね。三上さん完成したんですね。まだ完成もそこまでじゃないですけどね。あれ、ちょっと、あ、スパカズさんもういいからライブグズ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 とか、スパカズさんこの夏まだ寝ないのとか、誰かの思いにお邪魔してるんですかね。30都道府県67市区のツイッターユーザーと交流しています。すごいですね、萌えに結構、あ、萌えをやってらっしゃるんだ。車へこんでないかな、のぼせさんなのでウェブに上がります、上がります。ではまた後で、おっさん天気雨予報、おっさんの雑談聞いてるとか、すごい萌えいっぱいやってんですね、すごいすごいな、萌えのスペシャリストですね。ということで、スーパーカズさんあなたの TL にお邪魔しました。はい、ということでですね、こんな感じで、やっております。前に置いてある前マイクは高いのかな、うん、スイートジョッキールミネユチエさんの番組絶賛放送中と、はい、そうなんですよ、ルミネに似てるって最近言われますけど、どうなんですかね、ルミネに似てんのかな、わかんないですけど、なんか今日はこんな感じでですね、ジュンズさんよりお送りしております。この羽が毛にずっと気になってますということでですね、じゃあこんな感じで皆さんのですね、なんか相談あったらツイートしてください。あ、キャスもやってますからね、妄想番長さん、お、こっちで見るとアップだからまつげが影作ってるよだって、あ、本当だ、確かにまつげくつけちゃったんでね、影確かになってるかもしれませんそうかも。ツイキャスの方がヨシエさんの声がよく聞こえますね、みかんさん。コラージュ完成したらステージに飾るのかなって。ああ、どうなんでしょうね。まあ、ゆいちゃんのあの絵が最近は乗ってのアンカークアのステージって感じなんでね。そうですよね。これもまあコラボで載せるのもあれだけど、いや、そんなゆいちゃんの絵のと、比べ物にならないぐらい自分の好きなものを集めてるんで、何なんでしょう、どうなんでしょうね、ちょっと恥ずかしいですけどね。松ゲークスって言ったんだよね、つけるのどのぐらい時間かかるの、興味津々の番長ですと。あ、まず番長さんね、そうですね、松江くんはだいたい1時間ぐらいですかね。あの、私はだいたい最近はあんま最近はつけてなかったんですけど、つけ放題をつけてるんで、だいたい片目に65本ずつしか今回はつけれなかったんですけど、あのまつげが長ければいっぱいつけれるんですけど、多分あのいつの間にかまつげ切っちゃってたらしくて、あの短くなっちゃったんですよ。だからあのちょっとしか乗せれなかったみたいな。でも安い方です、多分初回で4900円ぐらいでできます、これは。
でもまあその場所によってね値段はいろいろあるので、1万円ぐらいするとこもあれば4000円ぐらいとか5000円ぐらいでできるとこもあります。昔に比べて松江区は安くなりましたね。うん、うちも TL 来ちゃったと。あ、スバカズさんさっきお邪魔しましたね。小金井くん、うちへの TJ は初参加です。 TJ の雰囲気が以前と違っていろいろと戸惑いを覚えます。あ、そうですよね。今日の TJ はですね、アンカー会教えとして、あの音楽室と題しましてですね、あの私は歌を歌ってるので、あの、まあ、アンカー会というユニットをやってるんですけれども、今年の春からね、そんな感じでですね、こうちょっと音楽的なスイートジョッキーと金曜日は題してお送りしております。じゃあ小金井くんさん、あなたの TL にお邪魔しちゃおうかな。初めましてなんでね、私小金井くん、あなたの TL にお邪魔します。というかってお邪魔させていただきます。現在地北関東自己紹介、2度目のツイッター登録、ゆるゆるとつぶやいていこうかなと。まあ、ゆるゆるがいいですよ。あ、君川さん、松江区というのね、メモメモ、そう、まつげエクスで松江区と言います。まあ、つけまつげもつけまっていう人もいますよね。小金井くん、血圧降下剤を飲み合わせた、今週2回目。お、大丈夫ですか。おはようございます。今日も一日張り切っていきましょう。おはようございます。週の真ん中水曜日張り切っていき、魔法魔法、面白いね。車の中でお昼ご飯終了ということでですね、いろいろツイートされてましたね。あとはおはようございます、今日も一日張り切っていきましょう。 BS にてダーウィンが来たから中ということで、スマートフォン使いやすいのかな、私もわかんないな、どうなんだろう。ですね、直径 0.32mm な穴開けがうまくいかないぞ。直径 0.35mm にしてみにしてやってみる。何のことだろう、気になるな。そんな感じで小金井くん、あなたのフィールにお邪魔させていただきました。はい、ですね、そういえばさ、そう、歌声と話し方のギャップがすごいなと、下ルモさん、はい、結構ギャップがあるとは言われます。どうなんですかねどうなんですかね、わかんないけどね。あ、エッチ風です、銀ちゃんって呼んでねってへって。あ、そっか、銀ちゃんもい、あの ツイキャスの方にも遊びよく来ていただいてますね、ありがとうございます。あ、相談、スワちゃん好きな女子にデートのお誘いメール送ったけど返事が返ってきません、どうしたらいいですか。いつもスワちゃんそんなんばっかですよね。そんなんばっかですよね。うん、ね、見ました見ました、この前、うん、誰にでもしてんじゃん、ね、誰にでも相談してんじゃん、スワちゃん答えません、あ、答えませんとスワちゃんね、そう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 、今週はですね、そう、月水とこちらジュンズさんでね、アサミンもやられていて、私も見ましたけど、やっぱ落ち着きますよね。うん、相談、歌詞というのはどうやって作っていくのでしょうか。カランクスユーストさん、そうですね、歌詞はですね、まあ私も歌詞をそんなたくさん書いてるわけじゃないから、いろんな方、アーティストの方に聞いたりとかしますけど、まあ大体曲が先なので、曲先なので、津田さんの曲をもらいの聴きの、とこう考えの、そっから今思うこととか感じたことをそのままブワーって書いて、書き出します。私の場合は、まあ、いろんなパターンがあると思うんですけど、頭の中でメロディーがこうなってそのままはめていく人もいれば、私とかはもう書き出さないとダメなんですよ。だから、そう、例えばこういうノートに、まあ2000入ってた、例えばそうですね、あんま見せれないですけど、ぐっちゃぐちゃぐっちゃぐちゃ、あ、
ぐっちゃぐちゃぐっちゃぐちゃとこう筆でぐっちゃぐ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 ちゃとあんま見せれないけどこんな感じでですね書いてぐちゃ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 書き出してそして文章まとめのそこから抜き出します。だからもう本当に思ったことバーっとこう筆で書いてですねそこから歌詞は作っております。まあ、だから思ったことがあれば、常に書いてますね。あとはそうですね悩み事とかあったらまず書きます。そこで生まれます。結構コンコンコンを送りたとグレートコージさんこんばんは、声 OK ですと。あ、しもルモさん、はい、ちいさんがそこあしそこがよちえたの魅力と黒大輔さんありがとうございます。音声良くなりました。金曜夜落ち着いた雰囲気な感じですと。ありがとうございます。 D1 翔太さん、よちえちゃんは朝いつも何時起きですか？私は日によって違いますね。今日だったら多分11時ぐらいに、まあ、今日すっごい寝ちゃったんですけど、はい、寝ても寝ても眠いみたいなね。今日は本当冬眠したいってさっきツイートしたんですけど、冬眠しないでくださいと言われましたけど、そういう日もあれば、あとはですね、朝8時に起きる日もあるし6時に起きる日もあるし、もう日によって違います。日によりますね。だいたい一緒の方がきっといいんでしょうけどね、健康には。どうなんだろう。あ、サプラさん、新宿西口ストリートライブ待機中ですと。ゆうすけさん、あ、情報ありがとうございます。10月初めに、ツイート中継始めた時は津田さんの番組で、その時は、サプラさんも一緒だったんですけど出演されてて、その時そうですね、サプラさんね、この前ツイートされてましたよね、凍結宣言ということで、次の、はい、それは見てください。ということで、サプラさんが今新宿西口でストリートライブ待機中ということで、あ、小太郎さん、カバー曲リクエスト、高橋陽子さんの魂のウランとか聞きたい。これすごいです。これってエヴァンゲリオンの曲ですよね。あ、今ちょっとフレーズが出てこないけど、恋してありますかね。どうなんだろう。あるのかな。わかんない。ちょっと聞いてみよう。今度、はい、切ります。ありがとうございます。もともたろうさん、幕の内弁当的なツイート上記が楽しみですよ、ゆちーちゃんと。あ、ありがとうございます。バラエティが豊かってことなのかな。うん、ありがとうございます。さあちゃん、まだ返事返ってこないんだ。あ、さあちゃんのさっきの返事な、え、好きな女子に、あ、そこでね、返事返ってこなかったんだっていうことでクレートコジさんがお返事しております。山瀬さん、いらっしゃいませと。いらっしゃいませ。山瀬さん、はじめましてですかね。はじめまして。ツイートルキです。アンカークアヨシエと申します。いい答えって言うと、スワちゃんさっき言ってますね。スワちゃんソース直男子と、はい、銀ちゃんが言ってます。筆で書くんですかって。はい、筆で書けます。まあ、筆女子ですね。筆で書くのが好きなんですよ。もうなんかボールペンとかで書くと、なんかあれなんですよ、なんか違うんですよ。筆で書くのがいいんですよ。質問、歌を歌っているのは偶然だと思いますか、それとも書いてなかった、必然だと思いますか。そうですね、歌を歌ってるのはどうなんだろう。でもまあ、私ぐらいの年代の子ってやっぱカラオケがやっぱりすごい身近に、すごいボサボサだな、そうですね、すごいカラオケとか身近だったんで、常に歌はそばにありましたよね。あ、もともとそりゃみんな音楽ってそばにあると思うんですけど、カラオケとかでやっぱり流行ってた時期だったんで、中学生の頃とか遊びに行くって考えたら、やっぱプリクラ撮ったりとかマルキュー行ったりとかカラオケ行ったりっていうのがまあ
鉄板な感じだったんですけど、そんな中でですね、そうですね、もう小学校とか幼稚園ぐらいの時にはカラオケあったんで、家族で行ったりもしてたし、その頃は何歌ってたかな、そうだよね、ママの影響とかパパの影響でユーミン歌ってたりとか、あとはアンリさん、ママがよく歌ってたんで真似して歌うようになったりとか、そうですね、やっぱり偶然なのか必然なのかっていうと、まあ必然なのかもしれないですね。そして幼稚園の頃からバレエ、クラシックバレエをやってて、あの舞台に立って、その時は体で表現するって感じだったんですけど、その表現するっていうのがとにかく好きだったので、はい、それが歌に変わって喉に変わったみたいな感じなんでね、はい、必然なのかもしれないですね。相談、最近めっくり寒くなってやる気が起きません、どうしたらいいでしょうか。いやでも私もそうですよ、本当にやる気起きる時と、あの起きない時のムラっ気がすごいんですよ私、本当にとにかくムラがすごすぎてですね、どうしたらいいんだか私もわかりません、逆に教えてほしい。本当にね、あの常にこうガーッとこう、もちろん目標もあり、こう夢にとか目標に向かって頑張るぞってこう思ってるんですけど、こうバランスはね常に崩れます。逆に皆さん教えてくれぐらいの、そのまあどうなんですかね、こう常にガーッてできる人が羨ましくてしょうがないですね。うん、ポタルさん、スワちゃんがスワ禁止の波が金曜日までだってね、金曜まで来てますね。小太郎さん、歌詞の作り方、オイラは曲先で主役を決めてストーリー立てていきます、そしてなるべく1コーラス目と2コーラス目の同じメロディーのとこには似た言葉を載せますねと、あ、韻を踏んじゃったりしちゃってんですね、すごいですね。私はですね、本当に思ってることを書くので、まだこだわりとかそういうのはないんですけど、そうですね、常にこんなこと信じていいのかなと思うような思いだったりもしても書いたりしてますね。結構それを発表するのは恥ずかしかったりするもするんですけれども、まあそれも全て自分なんで、はい、いいかなと思ってます。頭触りすぎてももはやボサボサだ、すごい確かにボサボサですよね。しかも汗かいてるからね、どうなんだろう。僕も冬眠したいと、黒大好きさんだよね。ゆちえさんは自宅でペットを飼っていますか。 D1 翔太さん、はい、飼ってます。あの犬2匹飼ってて、ミニチュアダックスフンド2匹です。マロンとココアでマロココと言います。2人とも兄弟ではないんですけど、6歳です。この出会いも今度話します。何人目じゃって何の話だろう。スワちゃん、ワリパパさん、スワちゃん何人目じゃってどういうことだろう。若田勝美さん、今日すっぴんですか。これえ、あ、これ、あ、千葉さんが、あ、なに、一応はこれから化粧 NG で輸出しよう、そうしようときついな。すっぴんなんですかこれ、どうなんですかね、お任せします。そうなんですよね、すごいアップですよね、さっき突然。マジっすか、どうなんですか。あ、ありがとうございます。でもいきなりこう近くなったんですごい恥ずかしいんですけど、でもありがとうございます。いいのかなすごいな。そのつけまつげの、違う、まつげエクステつけて、長さを間違えたんですよ。だからこんな長いことになっちゃって、どうなんだよっていうね。本当はなんかもう長さもいろいろ選べるんですよ、太さもあるけど、はい、なんか長さ長くしすぎてちょっと大丈夫ですか
そうですか。どうなんだか。おかしいな。そうじゃん、質問機会があればよちちゃんメイン TJ、 私がサブ TJ でツイートルキーやってもいいですか。スワちゃんが絶対ダメだよって千葉さん言ってますよ、怒ってますよ、うん。自分の頃はカラオケでオールが楽しかったなってですよね、友田さん。私もよくカラオケオールはしてましたね。はい、懐かしい。今はまあオールもしますけど、睡眠の方が大事だったりします。いつからそうなっちゃったんだろうっていうぐらい健康オタクになってますね。はい、下村さん、スワさんがメール相手ってハイパーさんなのではと。ああ、なるほどね、相手は女子ですと。そうそう、みーちゃん、マロンとココア。そう、うちの犬はマロンとココアでマロココです。たまにね、ツイキャスにね登場させてます。なんかね、あれなんですよ、私のベッドでツイキャス配信してるもんで、たまにこうベッドの上に来ると見せてます。はい、はい。え、バージには聞いてないって本当だ、本当だ、冗談じゃねえだってバージには聞いてないってことで冗談じゃねえよって言ってますよ、バージさんが。あ、アジキングさんも、アジトさんもこんばんは。今日は歌聴けるのって、さっき最初に歌っちゃったんですけどね、まあまたきっといつかのタイミングで千葉さんの思いつきで始まるであろうという感じです。あ、津田さんも、はい、津田さんも思いつきですけど、そういえば、そう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 、先週ライブいつになるか分かんないんですよね、私はやりたいんですけどっていうことでここで言ってたら、ライブ決まりましたみたいな、そういう津田さんが見てたらしく、そう、そんなライブやりたいって言うんだったらなってことで、12月26日日曜日に決まりました。渋谷、え、まだまだやるよ。そうそう、内緒だけど、これすぐやる、はいダメだけど言えないんですけど、まだすごいことになりそうです。すごい、ライブ、はい、楽しみなことが起きそうです。ドキドキだな。そうで、で今決まってって発表できるのは12月26日日曜日、渋谷ソングラインズということでですね、やります。まあそこが年末ライブということでですね、はい、急に私お腹空いた、なんでだろう。ふう、そう、さっきマック行ったら4面積くっついてたんですよね。でもうそこしかなかったから4面積のところに座ってて、でほぼ満席になっちゃって、おじさまと言っときましょうかが、席ないよってやってたから譲ったんですよ。そしたらポテトそのままもらっちゃって、もう行かなきゃいけないからということでポテト丸々いただいちゃってですね、 ありがとうございました。はい今なんで笑ったの？何ですかね？何笑いですか今の？あ、お茶の話ですね。そう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 。でまあ千葉さん、私その前にですね、あれだったんですよ。今日どうしてもケンタ食べたくなっちゃって、ケンタ食べちゃったんで、はい、ポテト食べれなかったんで、はい、みんなで食べました、とさと。ありがとうございました。そんな感じの話です。じゃあですね、そうだな、相談もありだけど、なんかさ、ライブで最近は、例えばなんだろう、あ、やばい、なんだろうな、私の一時期の癖で最近はということでが口癖だって最近言われるんです。あと千葉さんにはそうですねって言われるんですけど、まあそれはいいとして、あれだよ、
そう、ライブとかで最近まあカバーもやりつつあっていっぱいやってるんですけど、そのカバー曲何がいいかなっていうのをよかったら皆さんツイートしてください。アンクアクアのってことで、アンクアクアカバーライブでやるなら何がいいかっていうリクエストをツイートせよということでですね、そんな感じでお待ちしております。TL に戻り、そういえば番長さんは無事にカットできたのですかって、下ルモさん、モソ番長さんが無事にカットできたって何、髪の毛何のことだ視聴者全体がおそらく素は禁止グレードコーチさん賛成だって、拍手、あ、拍手、はい、スワ禁止コール出てますよスワちゃん美味しいですね、いいねいいね、あちこちさんも来てる、こんばんは、私は 100% 女好きですきっとなるほどね、ハディワン塩田さん、ゆちえちゃんライブ決定おめでとうと、ありがとうございます。はい、あともう一個言えないけどね、これもねすごいライブがあるんだぞ銀ちゃん、アジキングこんばんはと、アジキングさんもありがとうございます。銀ちゃんバチって肩こりに効きそう、最近寒くて肩凝ってるんだけどいい方法ないですかって、マロさん、私もね今日ほんと肩すごい凝っちゃってて、私も知りたいこれは。じゃあ肩こりにいいものがあれば教えてください、それもツイートして。あのね、最近は小豆の力っていうのがあって、何それ、何それ、純粋山中禁止どこ、何味ついてってないよお前らお前ら、本当だ、そうちゃんが本当だ、お前ら純粋山中禁止ウケる、私うんスワ禁止で盛り上がるジュンズスタッフ、ジュンズスタジオこちらですねと、小太郎さんありがとうございます。まさかの賛成、フレットコジさんとかもね、あ、マッピートギューさんもどうもお邪魔しますと、こんばんは、チョコさんこんばんみーと、黒大好きさんもスワちゃんからラブコールしてきました、あ、150ギューということでありがとうございます、あ、嬉しいですね。てか山中さん昨日めっちゃ語ってましたよね私見てました、ちょっとじゃないけど見てました、語って飲みました、はい。プーチンの海を見ていた午後、プーチンって誰ですか、プーチンの海を見ていた午後、あ、プーチンって誰ですか、誰も知らない、聞いててください。あ、そうか、海を見ていた午後とかユーミンですよね、これね。そっかそっか、カバーのね、ありがとうございます。あ、ミーシェのキスして抱きしめて、あ、これは昔よく歌ってましたね。私、昔ミーシェの声によく似てるって言われててよく真似してたんで。キスして抱きしめて、愛してるって言って、もっとギュッと抱いて、ルルルル。カラオケでもたまに歌いますね。うごどうの海を見ていた午後、あ、これあれですよね。そう、私あのユーミンのカバーだと中央フリーウェイを今歌っていましてですね、そう、これも聴いた、いい曲ですよね。中央フリーウェイは中央フリーウェイユーミンですと、ただいま赤川よしツイート料金視聴中ですと、皆さんもありがとうございます。お、エスピラブさんも歌いたくなってきた。あ、千葉さんが歌う？あ、そろそろ歌おうかなと。そうそう、語りすぎで、すぎて怒られてました。そうなんですね。あ、そうですね。え、ここででしたっけ？どっちでもよかですか？はい。じゃあ、どっちがいいかな
はい、歌に行きます。仮タイトル、そうなんですねということですね。そうなんですね、そうなんですよーかねーということで。ありがとうございました。なんかご飯食べたのにお腹空いて力が出ない。なんだろう。
ぱりご飯は大切ですね。食べたのにな、なんかおかしいです。最近胃がおかしい。食べても食べても食べてもお腹空くんですよ。何なんでしょうねこれ。秋だからですか。何なんでしょうね。お、ミムカさん190おめでとうございますと。あ、ございます。おありがとうございます。髪跳ねてるのが気になるみたいですね。歌ってても。この羽が気になってしょうがないですけど。私普段テンパっていうかくせ毛なんでこんな感じなんですよ実は。なんでいつもストレートアイロンをかけてます。今日はねこういう感じで、格好もラフなんで、ちょっと遊びに来ちゃったぜみたいな、こういうねラフな感じです。自分このアートとかのなんだろう、こういうのもそうなんですけど、モードも好きだし、ガチャガチャのこういうなんかこう古着とかもそういうの好きだし、もうなんか何でも好きなんですよ。で何でも取り入れたいからこれだけに固定したくないっていうのがあって、服装でもメイクでもファッションでも全て、多分歌詞とかでもそうだけど全部好きなんですよ。雑誌もギャル系も好きだし、そういう防具とかそういうモード系のそういうのも大好きだし、何でも好きなんですよ。だからこれに固定したくないっていうこだわりが逆にあります。何言ってんだか分かんなくなっちゃったから TL 戻ります。はい、今聴いていただいてる曲はホワイトシンパシーという曲ですね。1年前のデモ曲でございます。そう、これもね歌ってほしいっていう前ツイート来てましたね。どうなんですかね。これね、あ、うん、キリバさんもありがとうございます。1等ですね、ファイブさん164番はですね、200頑張りましょう、歌ってと、あ、ありがとうございます。はい、アイスピラさんどうもよちえさんと、ありがとうございます。モード切り替えと、ハルテさんもありがとうございます。アンカッカ来たと、ファランクさんもありがとうございます。チョコシーさん、よちえさん、チバロフさん、山中さん、ツイリンマクさん頑張れと、ありがとうございます。モジバさんさん100年以上やってますと、ありがとうございます。かくわさんこんばんは、昨日ご登録お疲れ様でした。おっ、はっ、かくわさん出してんの。おお、かくわさんこんばんは、お久しぶりです、嬉しいな。おおお、あ、野田さんも来ていただいてるんですね。ライブなおツイートジョッキーよっちーあきらとあきゅうめきばんけーということで、ありがとうございます。こんばんは、野田さんにお会いしたことないんでね、お会いできる日を楽しみにしております。お、かくわさんも貸しとくか。大切なのは今を生きることでと、そう、仮タイトルそうなんですね、のあれなのは、大切なのは楽しむことで、大切なものは今を生きることでという、この最後のねセリフが、私セリフじゃない歌詞が自分的に好きですね。はい、ございます。そしてこの曲はですね、友達に友達に、はい、友達について歌っ、ん、友達について友達、はい、にの違うの、友達に何て言えばいいんだ、友達にに当てて書いた歌ですって言えばいいんだ。そう、いろんなことあるけど、そのままのありのままの自分が魅力的だよって、大丈夫だよっていう、そのままでいいんだよっていう歌を、私もいろんなことあって無気力になったりしたことあったけど、大丈夫だよって、いつでも味方でいるからみたいな、そういう曲です。このビジュアルでこんだけ歌が上手いなんて、と藤沢ネットさんありがとうございます。そうじゃ、カンマンさん来たと、ね、ありがとうございます。こんばんは、だいぶ遅れちゃったけどちょうど歌が決めました。かんちゅうさんありがとうございます。かんちゅうさんもかんがさんこんばんはと、歌とは全く大人、週軽く200かけますよと、ありがとうございます。グレートコージさんもかんがさんこんばんはと、スピラボさんもキャス開始と、もう藤沢さん、あ、ちょっと待ってくださいね、こちらの千葉さんのキャスが切れた、ちょっと遅う、これでいけるかな、うん、あと
と10人で200と。小太郎さん、ありがとうございます。200超えたいですね。よろしくお願いします。ワリパパちゃん、カフワさん、コバハーでいいのかな、ひろゆき、おきあいさん、あんかくやしちゃん、写真ありがとうです。あ、チョロコさん、相変わらず絶妙なのです。あ、私前よく考えればお邪魔してしまったことがある、おきあいさんですね。スーパーカズさん、歌声かっこいいと、ありがとうございます。1年ずつ日に日に重ねる、とどまることはもうしたくない、進んでいく未来は変えれる、大切なのは楽しむことが大切なのか、ありがとうございます。ヘイクレトコゼン、野田さんこんばんはと、しなさんアンカーかと、ありがとうございます。一回、あ、黒大輔さん、一回オルガンズカフェの曲もカバーで聴いてみたいな。オルガンズカフェでいいのかな、オルガンズカフェさんってどんなの、知ってますか。誰も答えてくれない。SP ラブさん、イチエさんとありがとうございます。ディワン、ショータさん、ハチプチョチャチ最高です、アンコールとありがとうございます。私がごめんなさい、ちょっと遅れて TL 読んでるからちょっとごめんなさいね。マロさん、パチパチパチと、おじぞわ、ネツさんもありがとうございます、パチパチパチ、あ、ジギンさんもパチパチパチと、ありがとうございます、キミカさんもパチパチパチと、ギンさんもパチパチパチ、最高パチパチパチと、マリ、マッピートギルさんパチ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 と、キッズナインさんパチパチパチ、グレートコちゃんパチパチパチと、イスピラボさんもパチパチと、あ、カサカ TV さんもグラボをパチパチパチと、ありがとうございます。まだ借りてあったの、女子心、あ、女子心は、借りタイトル外れたんですよ、タチカのライブでつづさんに言って。へい、そうなんです。うまきさん、生歌はやっぱいいねと、ありがとうございます。カバー、スキマスイッチの愛も、愛もどうでしょう、あえて男性のボーカル、あ、そうですよね、あのライブでは上を向いて歩こうとかねやってますし、あのプロデューサーでありアンカクアのユニットである津田さん的には、私的には一番近いのは男性で言うと畑茂秀弘さんだとよく言うんですけれども、最初は私分からなかったんですよ、畑元博さん の音楽とその私の歌って全然違う気がしてたんで、あ、そうなのって思ったんですけど、あ、いろいろライブとか、あとは何だろう、僕らの楽とかああいうのでカバーをされてるのを見て、あー、なるほどと思って、これは嬉しいなと思って、女性版畑元博みたいな感じで津田さんはおっしゃってるんですけどね。だからスキマスイッチさんとかもね、いいですね。お腹が空いて力が出ていてない黒大好きが、はい、本当になんか急にさっきご飯食べたばっかなんですけど、もうお腹空いて、なんか2曲歌っただけなのにもう力出ないみたいな。なんだろうね、小太郎さん成長期と、やっぱご飯大切ですねと、チージューさんもよしえ五六千、ありがとうございます。エスペラさん、髪型がと、ひどいですかね。直さなきゃ、まあ、今日はこんな感じで無造作ヘアで、まあいっかみたいなね。イスケさん、相変わらずの歌力でいいのか、ありがとうございます。わかんなくなっちゃった。歌唱じゃないもんね、うん、歌唱力もなく、うん、あ、そわーって言っときました。あ、セキさんもパチパチパチとありがとうございます。マピトギョさんもユチゴロク、ご飯食べたのにお腹空いちゃった秋なのかなと、さあ、ありがとうございます。誰かヨシエさんにアンパンをと、アンパンマンを、あ、アンパンマンをね、なるほどね。下村さんもすごい渋いヨシエちゃんの歌、ルークスも最高ですと、ありがとうございます。こっちはカクカクしてるのですかね。あ、ミミカさん、こっちもね、萌えもほうも、ミミカさん、ライブ行きたいです、行けないのが辛いですと、あ、ありがとうございます。そうですね、あ、今はね、東京でなのでですね、いつかですね、いろんなとこに行けたらいいなとは思うんですけど、てか近くないですか、接近戦なんですか、
もうすごい近いですよ、マイクが。マイクじゃない、カメラが。ゆちさん、こんばんは。メガネいいなと。里村さん、ありがとうございます。私、小道具が大好きなんでね、帽子とかメガネとかとにかくいっぱい持ってましたよ。今日も3つは持ってきました。これ可愛くないですか、最新の、あの唇の、唇のですね、あのサングラスなんですけど、こう普通にしてるのに実は唇だみたいなね、それが私のツボにはまりまして買いました。1000円だったんですけど、あの割引券があったんで500円でゲットしましたみたいなね。だからこういうのがいっぱいあるんで、どん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 溜まっちゃうんですよね。収納、誰か教えてください、私に収納のいい方法を。そう、あのおしゃれプロデューサーおしゃぴーとか私すごく大好きでよく見るんですけど、やっぱおしゃぴーとかはそういう収納とかもかっこいいんで、あの吉江としてもですね、いつか部屋を見せれるようなこうアートな部屋にしたいんですけど、なかなかね、さっき妄想バージョンちゃんも言ってたけど、あのなんかね、生活感漂うような大型な性格なもんですから、布団から出てきちゃいましたみたいなツイキャスを行ってしまったがためにですね、私の性格バレちゃったかなみたいな雑さ、はい、いつかちゃんとこう部屋を見せれるような感じになってるんですよね。なかなかね、大型なんでね、やるときはとことんやりますけど、ちょっとダメなんですよね。こっちも非売品さん、 iPad だと目の前で喋ってるみたいですよと。あ、マジっすか、で喋ってるみたいだそうです。いいですね、近い感じで。ということでですね、こっちのチール歌ってください、ホワイトジョッキー、あ、ホワイトシンパシーのことですかね。どうなんでしょうかね。あ、中尾さんもこの曲、ええ、あ、本当ですか。でもこれ結構キー高いんですよ。ですよね、あの出なくはないんですけど、ある時期から私の中低音がいいっていうことに気づいて、そこからもう自分で聞いててするときは低く低く低くみたいな最近こだわりがあってですね。これってオケアインストあったんでしたっけ、千葉さん。この曲の今流れてる曲のもうインストがあったのかっていう、この曲を聴きたいって方結構多くてですね、一応ホワイトシンパシーっていうプロデューサーがつけた名前なんですけど、でもちょっとぶっちゃけ声出るか分かんないんですよ、心配だ。どうしますか、始まりもね、始まり最高、あ、もうこんな時間だったんだ。じゃあ2曲続けてっていうか、お腹空いてんのに私大丈夫なのかな。iTunes でリリースしてほしいなぁと。ちょっと、あ、ありがとうございました。あ、iTunes って何？ちょっと待ってくださいってのことです。ちょっとじゃあ、そっか、ごめんなさい、ちょっと時間全然見てなかったからこんなったんだね。ですね、そうそう、千坂さん、そうそう、配信とかあるんですかということで、ごめんなさい、ありがとうございました。そう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 ね、今さん、何のこと？何のこと？一江さん、メガネずれてます、イスピラブさん。そう、この曲です。なんか、この前、インストありましたよね。ちょっと歌えるかわかりませんけど。あ、はい。じゃあ、これ、久しぶりに歌うんでどうなんだかわかんないですけど、まあ、やってみます。
てないけど元気でやっているかな。ずば抜けてセンスがいい。君といると元気になれる。君の腕伸ばそう。見るたび切なくなる。本当はどうしたいかきっとわかっているはず。自分を否定したい時もあるけど、そのままで十分。君は魅力的。どこと向き合って傷つけずに一番電話なり。一人で渋谷にいるって心配で駆けつけて、二人カフェでお茶したね。突然泣き出す君に何もできない。押しつぶされそうだ。
信じる気持ち閉ざしていたよ。もう傷つきたくなくて、周りが全て敵に見えて、目も合わせられなかった。過ちや後悔は消えない。超えるにはまだ時間、ツイートジョッキーですけれども、そろそろお別れの時間がやってまいりました。今日もありがとうございました。こんな感じでですね、今日は金曜日、明日は土日ということで、良い週末を皆さん送ってください。なんだか今日23度ぐらいあったりとか東京しましたけど、わけわかんないですね。皆さん体調に気をつけながら良い週末を送ってください。そんな感じでアンクアカヨシエのツイートジョッキー終わりの時間です。ありがとうございました。番外編後ほどということで、ありがとうございました。
まずこの曲好きやなと、里丸さんもありがとうございます。 CD とかって出してるんですかって、あのですね、アンカクはまだ出してなくてですね、ワンちゃんが通った、すいません、こっちに行っちゃった。ですね、今、なんて言えばいいんだ、急に言われたから分からなかったけど、メジャーデビューに向けて今頑張ってるところでございます。はい、じゃあ、魂が震えるって文学的な表現だけだと思ってた。初めてこの歌を聴いた時本当に震えるような感じがしたし、揺れたと、ハリセさんありがとうございます、始まりいい歌と、ありがとうございます。ん、千葉さん、ジュンズさん、金曜22時からの枠来年から連動させてもらえませんでしたかと。ん、はい、まあ、毎回検討後ほどということでありがとうございます。あ、さっきの覚悟すごく可愛いし、少し横向き、どれだ、どの覚悟だ、iPad 見られないよ、聞けないよと、あー、それもう一に素敵な終わったと、アップルさんもありがとうございます。あ、中尾さん帰られます、ありがとうございました、お疲れ様です、今日もありがとうございました、たくさんお疲れ様です。終電間に合うかな、大丈夫かな、よかったよかった。ちっとかさん、ほんと郵送っていい、いい歌いっていっぱいですよね。こっちに逆が聞くばかりですと、ありがとうございます。脱力なのと、すばちゃん、ありがとうございます。私は強い、そう思って生きてた、ほんとに弱いと知った、からぐすゆさんも、あ、歌詞、ありがとうございます。始まるよね。エスペローさん、すばちゃん、たっぷんと、始まる、中電音が好きと、しーさんもありがとうございます。パチパチパチ、たとまさん、クルーズも大好きでもらう方でもありがとうございました。ですね、なしたべさんもありがとうございました。スクリューかだおもいさんも、ビツナイさんも、ファイブさんも、メムカさんも、エスピラオさんもありがとうございます。キンちゃんもね、キミカワさんもありがとうございました。コムスさん、あ、ね、そうモンサバちゃんの可愛いよと、アサイスさんもよかったよと、ありがとうございます。おまきしさんも2曲ともよかったよと、ありがとうございます。メルモンさんもありがとうございました。コロダスケさんも、ユースさんも、来週も頑張るんばと、トモタロさんも明日も頑張るんばと、ユジさん、MG も確実にも上手くなってるねと、カラグスユースさんもありがとうございます。シモ、ルモさん、いやいいもん見たわと、ありがとうございます。チタソカさん、はい、イワンさんも、あ、島田さんもね、ありがとうございます。あ、写真タイムだそうです。はい、こんな感じで写真タイムに行きます。この番組は IT 芸能者アップルヒルエンターテインメント、そしてジュンさんより今日はお送りしました、ありがとうございました。写真タイムですか、あ、マイク持ったままですか、なんですかね、どうなんでしょう、歌ってる姿、違うな、こう感じで歌ってるのかな、もっとこう、公開記念撮影となっております。あ、ジュンズさん、山中さんっていうか、あ、でもこの前めちゃめちゃ朝見た時、すごい喜んでましたよね、見た、新設定と、はい、あみちゃん、なんか距離ありません？距離ありますよね。したけど、12月26日日曜日は渋谷ソングラインズでアンカゴはライブやります。そして告知はできないけど、もっともう一回あんだよね。髪の毛がぐちゃぐちゃになってる。
はい、こんな感じでありがとうございました。バイバイ。